赤い羽バーガー。食うぜ！俺たちは赤羽の魂背負ってんだよ。あ、そうなの。見ろ、文字通り。文字通り背負ってるね。見ろ、赤羽の魂背負って。桃入ってんだろ、お前。桃が。酒が足りてない。桃入ってんだよ。俺たちは赤羽の魂しょっていくから、ね、ああ赤羽、ね、ああドムドムバーガーだよ、はい、またドムドムバーガーがなんか新作、新作というか、うん、バカみたいなバーガー出したって聞いてからよ、ああしかも赤羽限定でよ、限定ああで赤羽に当然1店舗しかないんで、ああ全国でそこの店舗しかあそこだけなんだろマジで、赤羽のイオンスタイル限定の赤羽バーガー、うん、赤い羽バーガー、赤い羽バーガーっていうのが、うん出てるとタレコミがあってよ。出ました。タレコミが行きました。おい、尖りすぎだろ、お前。尖りすぎじゃねえか。まあ、今までも散々、尖り系バーガーだけどね、うん、やっぱドムドムといえば。でよ、赤い羽バーガー、あの、買ってよ、もらってんだよ、袋に。うん、まあ、うん、あの、普通、紙袋が、こう入ってるじゃないか。まあ、バーガーがね、こう入ってて、うん。あの、デフォレこう横に置かれたんだクレームだけどな、素材普通やったら。確かに。意味がわかんねえんだけど。これが正しい置き方。これが正しい置き方らしいんだけど。あ、これで合ってるのね。開けてみてくれよ。開けるか。じゃあそしたら。赤い羽バーガー。何が赤い羽なのか。おい、出てんねえ、おい。これ。おい、出てんねえ。なんでおい、出てんねえ。その形。おい。これ。レッドウィング俺これ知らなかったら普通にクレーム入るってマジで出てますよってもうえ包んであるそれ専用の、まあ、一応包んであるんだけどそれ専用の包み紙なかったからもうどうにか無理やりだけど出ちゃってるから怒られるってことだなんだそれポパイのパイプみたいな形というか確かにこういうねなんかこういう感じが飛び出すぎてる、うん、こういう感じちょっと全貌見てみようぜ見てみよう、うん、赤い羽バーガー何が赤い羽なんだよ。いやあ、こっちだ。あ、なるほどなるほど。ちょっと待ってこれ。ちょっと待ってこれ。ちょっと待ってやばいやばいやばい。やばいって。え、これ合ってるこれ。こういうことこれ合ってんのこの。な鳥？鳥じゃないよね。鳥なんじゃないでも赤い羽。魚ぐらいの。こういうことか。いやこうなってるってことね。ウィングがこうレッドウィング。赤いなんだろうそれ。これ多分トマトソースっぽいんだよね。ああ、別に辛そうじゃない。うん。ちょっとガーリックっぽいから。なんかさ、ほんとトマトソース、うん。なんだよ、それ。これどうっつーの謎のデカ、バカデカぐらい。やばいって。はみ出ちゃってんだよね。これは。どうしてもやっぱそのパンの部分諦めきれない。これそうだなぁ。いや、これ単体でいいもんなぁ。無理やりすぎるもんな。確かに。赤い羽バーガー。これ出ちゃってんだよ。すげえな。赤い羽バーガーです。これただし食い応えは味で勝負してないもんな。まだわかんないだろ。いや、味で勝負してないだろ、お前。まだ食べてないからわかんないけど。してるやつの見た目じゃねえんだよ、これ。まず見た目で戦おうって気がワンパンだよ。ワンパンだよ。いや、抜群だね。うん、これは、だから、どうしようか、どう食べていくのが正解。でも、こっから行ったらさ、どんどんなくなってっちゃうんだけど、パンとあそこやっぱ一緒に食べた方がいいか。まあでも、一口目ぐらいは。そうか、だからそれもこう、怖い。それパンまで。これもあるよ。これも、このパターンもあるよ。確かに。一口目ここで行くからね。まあでもこっちで行ってみるから、確かに。ハンバーガーで初めてだよ、こんな、こんな状態。パンまでたどり着かない。とね、一緒に食べてほしい。だって具がたどり着かないあるんだけど、あの場合パンにたどり着かないっていう。こっちか。でも、まずは。まあ、これで食う？こうで。まあまあ、そうだね。合わせた感じ食いたいもんな。ポロ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 。持ってけ、これ。無理だ。いや、落ちるって、これは。これも無理。しゃあない、これ。じゃあ、すいません、じゃあ。赤い羽バーガー。はい。いただきます。いただきます。形状はピザ。お！ん？あ、あれ？うまっ、魚だ。あ、魚なんだよ。魚はフィッシュですよ、これ。白身だから。あ、今、うんうんうん。道理で今めっちゃ柔らかと思ったけど。そういうことか、魚だ。うん。あ、うまっ。チキンじゃねえんだ。鶏肉だと思ったけど。なんか、赤羽のせいで。そう、羽って言うから鶏かなと思ったけど。違う、フィッシュです。フィッシュですね。あ、羽なんか食うとこじゃねえもんな。うん。羽は食わないんだ。手羽だからな。でっけえ、そして。あれ、ふわふわの、うん、色になかなくらい。あ、うまっ！あ、じゃあ、タルタルなんか。あ、やっぱトマトソース。うん、とタルタルっぽい。口の周りはもう。もうビチャビチャやる。まあ、ドムドム食うときはね、やっぱ、うん、食べてるときの美獣を捨てるしかないから、ね。うん。もう夢中で食うしかないから、これは。
あ、うまい、まあ、パン足りる？パン足りません。足りない。足りないよね。うん。でも、ちょっと柔らかいから、ここがもげそうだ。うん。この羽が。これ確かにそうだね。気をつけて食わないと、ちぎれちゃうわ。こっち行こうかな。あ、なるほど、そっちに。うわ、うん。今のは多分聞こえたんじゃないか。うん。すごい音してる。めっちゃサクサク。あ、ほんとだ。うまっ。もう買ってきて、ちょっと当たってるけど。うん、あ、うまい。まだサクサクなんだ。全然サクサク。うまっ。なんかトマトソースが、なんか結構あっさりしてるから、うん。さっぱり食べる。うん。うん。あ、うまい。うまい。あ、うまい。フライうまい。うん。ふわっふわだね。ふわふわ。うん。キャベツとタルタル入ってる。食べやすいですね、思ったより。うん。まあ、チェーン店だけど、うん、なんだろうね、その、ジローみたいにオリジナルのやつ出していいってことなのかな。店舗限定の。確かにね。まあ、赤羽でしかまだ。まあ、うん、っていうか、今回初めて聞いたけど、うん、店舗限定っていうのは。だから店舗数も少ないからな。うん。これで不人気だったら多分展開はされないよね。されない。人気だったら、うん。あ、全国行くかもしれないけど。なるね。でもこれ、人気なのか、でも俺、世のお母さんとかブチ切れると思うんだけどね。これちょっとね、下がね。めっちゃ下がね、今の。しょうがない、これもね。やっぱ、ちっちゃうね、どうしても。うん。だからやっぱでも、お母さん方からめっちゃぶち切られる。世のお母さんは頼まないと思うじゃん。うん。でもね、俺買いに行ったんだけど、うん、俺の前の、うん、おばあちゃんが、うん、これ3つ頼んでた。あ、じゃあ好評か、意外と。赤羽のおばあちゃんにはもしかしたらめっちゃ受け入れられる。刺さってる、刺さってる。いいわね、これってなってる。あら、いいわね。あ、そうなの、トンチが効いてるわ。赤羽だから赤羽。赤羽の人ってね、あんまり地元愛ないイメージなんだけど。そう。ほんまにあるね。そうなの。これだからあれじゃない？ハンバーガー、これ買うじゃん。ここの部分は、普通にハンバーガー出して、食べて、うん、はみ出た部分は、こう、惣菜にして明日の朝ごはんの。切り落として。半分にして。そういうやり方だよ。夜ごはんの残りを朝食べるみたいな。朝子供のお弁当にいいとことか、なんかそういうこと。まあ、そうだな。当然米とも合うもんな。合う合う合う。合う。だから、ツーウェイバーガー。うん。ツーウェイ。ツーウェイだ。うん。うまっ。おいしいよ、普通に。うん。へぇ。なんかやっぱ魚だからかな。なんか結構あっさり食えるわ。全然。こんな大きいけど。見た目ことね、インパクトあるけど。うん。うん、それをやっぱ、ね、フィレオって言わないあたりがドムドムだよね。うん。絶対言わない。言わない。赤い羽。赤い羽。だから直前まで鳥の要素残してるから。ちょっと。そうだな、確かに。どっちかなって思うね。うん。うまっ。うまっ。まあ来てくれんのかな。まあ俺らはね、当然場所知ってるからあれだけどさ。うん。赤羽駅から。結構あるよ。めっちゃかっこいい。歩いたらでも20分くらいかかる。うん。まあ一応バスもあるけど。うん、あの、これためにバス、ね、そうそうそう。イオンモールじゃないじゃん。うん、イオンスタイルだから。うん、そんな。ワンタンに30分かかってもおかしくないくらい。そうだね。分かんなかったりとかしたら、多分かかるから。だいぶ歩くよな。うん。だいぶ歩く。ほんと、ずっと住宅街を歩く。うん。だから目印がないから、ほんとに。本当にその観光客というか、これを食べに来る人向けっていうよりは、もうと住んでる人、うん、住んでる人向けだね。狙う人向け、うん、ってことなんかな。行くとしたらそうだね、うん、なかなか来れない。王子神谷、いや、まあでも最寄りどこ、最寄りさすがに赤羽、いや下の場合、赤羽と下と、うん、王子神谷の真ん中らへんない、なんかあるそうだよね。だから島も若干遠い。遠い、島も若干全部遠いの。屋根線みたいな、うん、その間にあるどこどこ。だってイオンスタイル、そう、すごいところにできたから。そうそうそう。いやでもいいね。いや、うまいよ。店舗限定でやっぱね、うん、いや嬉しいよ。ワクワク。確かにちょっとなんか嬉しい、ね、食べれない。赤羽に住んでる身としては、うん、嬉しいよね。特権だからな、やっぱ、うん、ドムドム調査隊だから俺は、ね。ドムドム調査隊ですから。いつかな、あの、公式キャラクターになりたいから。ドムドム調査隊。赤羽店のね。赤羽店限定の公式。これもそう、店舗限定です。あの、ドム像の横に。ドム像やりたいな、確かにな。店舗限定で、ね。ドム太郎とドムイガン。そう、リアルドム太郎。そう、リアルドム太郎。ドム太郎いるから、ね。いるから。押し出す形だけど。俺が本当のドム太郎だ。俺が本当だぞっていう。
やりたいわ。うん、なんかどんどんね、こうやっぱ赤羽のドムドム情報はこれからも発信してると思う。確かに赤羽。多分だけど本当に今発信したの俺らぐらい。発してる多分今。気づいてないんじゃないかな。うん、だからどんどん発信して気づいてもらう。あの、うん、ドムドムっていいんだよ、美味しいんだよ。ありますからね、赤羽にドムドムバーガー、ありますから。歩いて結婚したところに。でも都内では結構ないからね。うん、そう少ない。意外とないんだよね、うん。ドムドム行こうと思ったらまあ確かに赤羽になるのかな。うん、もうぜひ赤羽、うん、皆さん。もう来てください。ドムドム。あ、赤羽の新名物ですから。ドムドムバーガー。遠いな。なんと言ってもこれがうまい。まあ、ね、これうめんだよな。これがうまい。最近またうまくなったよ。ごぼうはマジでうまい、ね。ごぼうの、うん、このフライがうまい。マジでうまい。最近よりうまくなってます。いいですね。うん。なんか、いい。とんでもない風今日。いい、いい調子。すごい。うん。じゃあこれで、ミッションリポート。調査、終わります。ドムドム調査隊。ミッションコンプリート。コンプリート。赤羽4スタイルへ。ぜひ。ぜひ。